皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。 AV です。今回はですね、大回りの後編の方へ移りたいと思います。前回まではね、友部屋まで行きましたけども、これからはもう最終地点の蒲田まで行きたいと思います。はい、今回もゲストが連れておりますので、はい、お願いします。はい、友部トレインチャンネルです。チャンネル登録高評価お願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、これからね、蒲田の方まで行きますけども、まあ、まずは上野までですね。上野まで乗り通しましょう。はい、それでは行ってみましょう。帰ってきたの、すぐに、なんか、お茶中に、すぐに、
次は石岡です。The next station is 石岡。はい、安孫子駅に到着いたしました。これからですね、何人かの視聴者さんが弥生軒という安孫子のなんかそばが有名で、そばっていうかあれですね、唐揚げそばですね、有名なので、ちょっとね、まあ食べる人は食べるって感じです。私はね食べないんですけど、ちょっとまあちょっとだけね待っていきたいと思います。それではね、列車が来るまで、で彼らが食べ終わるまで待ってみましょう。
品川駅に到着いたしました。これからですね、京浜東北線乗り換えて蒲田で降りる感じですね。それでは最後のね、区間となる品川から川崎まで、間違えた、川崎じゃなかったですね、蒲田ですね、乗ってみましょう。はい、ということでね、蒲田駅に到着しました。なんとかね、大回り企画を終わらせることができました。いやー、疲れましたね。はい、それではね、今回の大回り企画を終わりにしたいと思います。もしよろしければチャンネル登録、高評価していただけると幸いでございます。それではご視聴ありがとうございました。